皆さんこんにちは、ザマスナオトです。今回もラスベーザーやっていきます。装備や心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、全キャラのいきなりスキルっていうのを左側に乗せておきます。ラーミアの鞭はいきなりスキル1つオンで、あとは全キャラいきなりスキル2つオンにしています。ただこの世界中の天井のいきなりスキルなんですけど、トークトゥーナイトっていうのは夜のいきなりスキルなんで、こちらはオンにしなくて大丈夫です。昼間やる際はモーニンググローリーだけで大丈夫です。で、今回はアンコール攻略をやっていきます。で、メインアタッカーの大魔導士ですね。大魔導士の世界中の天井のルミナスレインですね。敵一体に硫黄属性の呪文絶大ダメージを与え、たまに敵の状態変化一部をの除くを一つ解除する。なので今回のラスベーザーのバフですね、これを剥がすことができるんですよね。なのでかなり使いやすいんですよね。ただここで一つだけ問題があって、硫黄が弱点じゃないんですよね、ラスベーザーに関しては。なので開幕にラーミアの祝福を大魔導士に入れます。それで大魔導士のルミナスレインで硫黄属性耐性を下げます。そういう感じでやっていきます。で、あとはまあ大神官で大魔導士にアンコールをかけてルミナスレインを打ちまくる感じですね。で、これを魔境の栄章とかを入れてしまうと、序盤に入れてしまうと硫黄属性が耐性になってるので、バギー呪文を打ってしまうので、そこは要注意ですね。なので、まあ、手動でルミナスレインを打つしかないですね。まあ、属性とかが下がってくればオートでもいけると思うんですけど、自分はまあ手動でやっちゃったんですけど、なので、まあ、オートでやるのはちょっとバギー呪文を打ってしまうので手動でやるしかないですね。まあ全然ね、ダメージはやっぱり出ないんですけど、でもまあしょうがないね、耐性なので。ただうまくバフも剥がせてるんで、かなり使いやすいですね、その点は。で、一つ言い忘れたんですけど、こちら動画が長いので、一応 1.4 倍速にしてます。なので若干通常より速いスピードで動いてるんで、そこはご了承ください。結構時間かかっちゃったんですよね。これが硫黄弱点 あのメガモンであればすんなり倒してしまえると思うんですけど、やっぱここまでね、弱点になってるとなかなかルミナスレイン、まあ硫黄呪文で崩していくのは結構難しいですね。だけどこのルミナスレインのいきなりスキルですね、これがかなりいいんですよね。どれだ、モーニングローリーですね。朝から夕方までなんですけど、地震の攻撃呪文の威力を上げ、ルミナスレイン使用時たまに地震にかかるいい効果を一旦延長&攻撃呪文の威力を上げる、これがかなりいいんですよね。なのでその攻撃呪文を上げたまま立ち回っていくことが可能なんですよね。なのでまあ他の大神官のキャラとかで、まあラッキータロットだったらそれをかけなくてもそのまま効果を延長しながら立ち回っていけるので、これがねかなり強いですよね。ただその大魔導士の世界中の天井を持ってるキャラが攻撃をやめてしまうとその効果も切れてしまうので、適度にアンコールとかで攻撃させないと
その延長効果が切れてしまうので、それは要注意です。あと言い忘れたんですけど、もう一つ、仲間モンスターをお気に入りモンスターに設定すると、1日1回推奨が上級職レベル60以上のメガモンスターから受けるダメージを軽減できるんですよね。これが乗ってるので、ラスベーザーのダメージを軽減できてます。まあこれがないとね、もしかしたらうまくいかなかったかもしれないですけど、まあとりあえずそのね、非ダメージ軽減できるのが乗ってるので、通常より戦いやすくなってます。もう最後の最後になってるんですけど、ここからが結構厳しかったですね。アンコール役の大神官の MP が結構もう減ってしまってるので、まあ、特にこの大神官ですね、これはもうアンコールできないんですよね。なので、まあもう道具使うしかなかったので、とりあえず道具で MP を回復させてます。もうかなりギリギリの戦いですね、ここは。もう MP がやっぱね、どうしても長期戦になればなるほど MP が足りなくなってしまうので、であとあれですね、これが弱点だったら、イオンが弱点だったらここまで時間かかんないし、 MP も全然持つんですけど、アンコールの MP 持つんですけど、やっぱねここまで耐性、イオ耐性のメガモンにラスベーザにイオでやっていくっていうのは結構厳しいですね。これがまあメドロワとか、あとは世界中の表情とか、あとはサイコストームかな、あそこら辺の呪文だったらガンガン攻めていけるんですけど、あっちのがね間違いなく戦いやすいですね。ただまあこのルミナスレインのこのいきなりスキルですね、これがモーニングローリーがかなり優秀なんで、これ使えばいけんじゃないかなって思ってやってみたんですよね。でもまあやってみた感じ、まあいけますね。ただまあこの1日1回の軽減、ダメージ軽減っていうのがないと、まあここまでいけなかったかもしれないですね。あとはまあこのラーミアの鞭の不死鳥の炎とか、これがね、これもかなり効いてますね。これのおかげで、まあ、暴走とか発動したりするんで、これもなかったら結構、戦いづらかったかもしれないですね。やっぱここ守り人、やっぱ一人入れないと多分全体の被ダメージ軽減とかができなくなってしまうので、多分大神官3枚でやんな結構厳しいかもしれないですね。もう終わりですね、あと一撃かな。まあ、ここ落ちちゃうんですよね。ただまあもうあと一撃で終わりなんで、でこのルミナスレインで、あ、終わんないんだ、終わんなかったんだここで終わんなかったんだ。もうねアンコールあればもうすぐ終わったんですけど、もう MP がギリギリなんで、もう僕アンコールできないんですよね。であとラストだよね、ラスト、これで終わりかな。でこのルミナスレインで討伐完了です。いやーちょっと長くなっちゃった。
ちゃいましたね。うん、でもまあ一応アンコールで行けました。ルミナスレインで行けました。ここら D、D からの D。やめてくれ。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。